島の子どもたちとともに世田谷の会と申します。福島の親子を支援する東京の市民活動について報告申し上げます。2011年3月11日福島の原発事故が起こりました。大変大きな事故でした。福島県をはじめ広い範囲が放射能で汚染されました。しかし政府は子どもたちの保養の支援は未だに全くしていません。福島県の人たちは子どもの将来の健康に不安を抱えたままの生活を強いられています。そこで福島の親子の体と心をケアするために日本の各地に市民団体が生まれ保養の受け入れを始めました。東京エリアでは8つの地域の市民団体があり、私たちは東京世田谷の団体です。福島の親子をチャーターバスで東京へ招いています。毎年2回か3回行っています。それぞれ4日間から7日間の滞在となっています。福島を離れ、子どもたちは放射能を気にせずに外で思い切り遊ぶことができています。子どもたちは学生ボランティアと遊ぶことで心と体のリフレッシュを行っています。子どもたちは夏も冬もよく遊びました。親たちのコミュニケーションも大切なケアです。現在福島ではもう安全だという政府の宣伝がされており、それを信じたい人が大半です。そのため放射能の健康被害を心配していると言えない雰囲気となっています。福島から来た参加者はこうして他県の人たちが福島のことを忘れないでいてくれることが涙が出るほど嬉しいとおっしゃっています。福島の人が東京で現状を語るイベントも時々開催しています。私たちも福島の人たちに接するたびにこの原発事故はなかったことにはできないと改めて思い、この活動を続けねばと思います。ご清聴ありがとうございました。